いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。で、お前全然着物じゃねえじゃん。いや、ちゃんと着てますよ。ほら、寒いですけどね。まあそんなことは置いといて、後ろちょっと見えますかね。ついにこの時がやってまいりましたよ。まあちょっと拡大してますが、見えますか。ガンダムファクトリー横浜の動くガンダム、ついに一般公開初日の日を迎えました。この時を3ヶ月待ちましたね。というわけで今回はこのガンダムファクトリー横浜の動くガンダムをレポートしたいと思います。そしてライブストリーミングをちょっとやってみたいと思いますので、合わせてそちらもご視聴ください。そうですね、今回の予算を発表します。0円です。ただです。なぜただなのか、それは交通費しか用意してないからです。詳しくは言えないんですけども、交通費しか段取りしてません。それからちょっとここに出しますね。ガンダムファクトリー横浜に入場する際、チケットは全てウェブチケットになっているので、すでに僕は購入済みです。この QR コードをスタッフの方に見せて施設内に入ると入場するというような段取りになっています。なので金は一切かかっていません。もうすでに払っちゃいましたので、タダです。まあ、というわけでガンダム好きなそこのあなた、ぜひ最後までお付き合いください、というわけで今回も旅の感動体験を一緒に共有をさせてください。それでは今回の旅も始めていきましょう。それでは、では早速中に入ってみましょう。だん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 と動くガンダムが近づいてますよ。そしてアプリがあるんですけど、この、ガンダム G ファクトリーと書いてあるこのアプリ、ダウンロードするととても便利です。これでガンダムファクトリー横浜の施設のことやチケットのこともバッチリ分かっちゃいます。はい、このマイチケットを出していただくとこんな風な画面が出ます。この画面をスタッフの方に見せるとスムーズな入場が可能です。入場用のチケット、入場のためのチケットはウェブチケットになってます。事前にクレジット決済が必要です。入場特典、この横浜ガンダムのプラモデルみたいです。
Oh!
今回の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。面白いと思っていただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。